とこっち目が控えたのかなんかで積もってはないんですけど、目をこんな感じで積もっちゃうもんで目薬さします。まあ専用品使うのがいいんですけど、ドラッグストアで言ったらマイティアとかクールじゃないやつ、スーッとしてんやつ、クールはちょっと染みちゃうもんで、それちょっとこう目開けて力入れる、できれば液体の抗菌点眼薬とかあればなければ、まあ、今手洗ってあるんだけど、これは抗生剤の入った眼鏡をこうこうつけてもらって手の温度で溶ける感じでこう入れてあげる。今こんな感じでついてますけど、結構これ人間用の抗生剤入りの眼軟膏です。結構普通の液状の抗生剤点眼薬よりも目に長持ちするかな。そんな感じでやってあげます。ただこれでまだ異常がある場合、こう1日2日見てもらって、異常があったり目が目の眼球角膜のところに傷があって白くなってるようだったらすぐ獣医さん行った方がいいです。まあ、大体僕は自分の犬こうやって翌日には目をぴったり開いてます。やってみてください。